スヴヤトポルクミルスキー家の紋章分家筋である、ニコラ・イヴァノヴィチ・スヴヤトポルクミルスキーの直系子孫が、使っていた、馬蹄に矢をあしらった紋章、スヴヤトポルクミルスキー家または、シフヤトペルクミルスキー家は、ベラルーシに起源を持つロシア及び、ポーランドの貴族。15世紀後半、リトアニア大公国の支配下に、ミルスキー家として台頭した。家名は、一族の居城、ミール城に由来する。その後、劉陸長のキエフ大公スヴヤトポルク一世の末裔を自称するようになり、家名をスヴヤトポルクミルスキーと名乗るようになった。もっとも、劉陸長の流れを汲むという同家の主張は、19世紀に入って、ポーランドとロシアの主要な経図学者によって偽証であることが明らかになった。しかし、歴代当主は、ロシア皇帝に対して忠誠と献身を捧げ、1861年には皇帝アレクサンドル2世によって、スヴヤトポルクミルスキーの家名と、その主張する起源が公的に承認されている。2831年ポーランド蜂起が起きると、反乱軍によって領地も破壊された。これを機会にスヴヤトポルクミルスキー家は、サンクトペテルブルクに移り、一族はロシア帝国の貴族官僚を輩出した。ありがとうございます。